活の領土です。進行です。今回はですね、はい、進行さんが以前に座禅の足の組み方はこれだけじゃない、いろんな足の組み方の動画を結構昔に、初期に、最初期に上げて、座禅の足の組み方として、半角座、そして結角座、安楽座、あと日本座という、まあ、4つの種類を紹介したわけなんですよね。結角座や半角座というのは修行道場でもちろん、経験はあって、で、足が本当に辛かったら安楽座で座ってる時もありましたね。あって、だけど、日本座はないんですよ。なので、ちょっと今日はですね、一度、日本座で座ってみようという企画でございます。なるほど。もうとりあえずトライ。とりあえずトライということで。で、もう一回日本座を、説明すると、正座のここの腰の下に敷くと。ただ、これだけで。で、まあ私たち座禅会を出会ったりとか開いた時にも、やっぱ膝が浮いてしまう方って結構多くて、辛そうに座られてる方結構多いんですけど、日本座を進めたとして、まあ、やってくれない。あんまやることはいないですね。そうなんですよ。やっぱりなんか座禅というところ、足を組む。まあやっぱり形っていうのがイメージがある。イメージがあるので。高校生に指導したりした時は結構いたんじゃないですか。あ、結構いました。で、はい。高校生に座禅の講義を以前させていただいたんですけど、高校生の股関節硬い方であったりとか、多くいらっしゃったので、それくらいで日本座とかも進めるんですけど。はい、それでもやっぱり座禅会に自発的に来られる方は、やっぱり組みたい。組みたいという方が多いので、まあ、この、なんともシンプルな座り方を一度やってみてどうだったのかっていう。そうですね。そうしないと、どこが大変かとかね。はいはいはい。絶対一緒じゃないですもんね、組んだ時。そうなんですよ。はい、なるほど。ということで、どれくらいやりますか ?5 分くらい。5分くらい。はい。座ってみて。はい。はい。じゃあ感想をシェアしましょう。はい。はい、ということで、日本座で5分ぐらいですか、今。5分ぐらいですね。はい、5分ぐらいちょっと座ってました。まあ、ちょっと感じたことなんかをシェア、共有したいと思います。どう、なんか感じたことありますか？これ意外と座布団のポジショニング難しいんですね。はいはいはい、端っこに座るか、真ん中に座るかで。はいはいはい、はい。りょうたさんどうしました？いや、なので、座布団だと、私、こう持って、こう入れたんですよ。横派。そうなると、こっちの方が厚みがあるんで。立てました。立て、多分ね、クッションとかだとまだいいんだけども、はいはい、座布団はね、難しい気がするな。座布団だとやっぱちょっと傾いちゃう感じがありますよね。うんうん、はい、ここが結構しっかりある程度高さないと、本当にただの正座になっちゃうので、はいはいはい、整える段階、はいはい、左右を知ると割、僕のやり方だと割とこう大きく揺れ出すので、うん、こっちが全然いかない。はいはいはい、横に不安定になっちゃうから、はい、こう最初から広く取るか、それで痛いと思うしな。この整えが割としづらいので、例えば手を普段の膝の位置から、腰とかこの骨盤付け根とかに置いて、はいはいはい、ここをちょっと下を固定してあげてやってみるとか、良、かったのは、ここに座布団があると手はすごい安定します。ああ、なるほど。はい。俺でもここに置いちゃったから、はみ出してたから、はいはい、これが安楽座とかだとこう位置がこう定まんなかったりするのが、はいはい、もうバチッと置けるのでそこは良かったかな。なるほど。あ、長時間はきついだろう、はいはい、ヨガマットだからか分かんないけど、はいはい、足首を結構引っ張られて、はいはいはい、割と痺れるんじゃないかなっていう感じがしました。それはありましたね。やっぱ足の甲がおそらく正座に慣れていない方だと、座禅のこっちの組み方より足の甲に対する負荷が結構大きいので、今回これヨガマットですけど、やるのはもうちょっと柔らかい素材のもの、確かに上に座った方が楽に座れるのかなとは思いましたね。私はアメリカで3ヶ月研修をした時に初めて日本座というのを経験したんですね。というのもなんか向こうの座布が大きすぎて、なんかアメリカ人の体型に合わせた足の長さとね、はい、でアメリカ人の方ってやっぱり足が組めない、はい、股関節であったりとか硬い方が多くいらっしゃるので、結構日本座というのこの正座で座禅をされている方が多くて、私も同じような感じでやってみたんですけ
やっぱり膝と足に対して負担が座禅よりもおそらく大きいので、おそらくこの力の逃し方がうまくいってないので、腰にも来るんですよ、すぐ。反りません？ちょっと。反る感じが。そうですよね。おそらく多分日本、正座をするってなると、私たちが多分、どちらかといったらちょっと反り腰系に座ってしまう癖もあるので、腰がちょっと痛くなるかなっていうのが、ここはありますけど、ただ、15分とか20分ぐらいだったら、この日本座も結構、私ではおすすめできるかなっていうふうには思いますね。はい、結構しっかりこのクッションを本当に足の負担を減らせるぐらい割と大きいのを使っちゃって、はいはいはい、もうここの隙間を空けちゃうっていうことですね。そうそう、それができれば割と、なんか半端だと、ね、普通の正座よりもなんならちょっと力のことが変になっちゃう感じがあります。本当になんか座禅というとやっぱり足を組まなきゃいけないっていうイメージですね、強くあるかもしれないですけど、やっぱ私の中で大事なのは体幹なんですよね。私はやっぱり上半身がどれだけリラックスできているかっていうところが一番座禅会とかでもそこ大切ですよっていうふうにお伝えしているので、足の組み方は大事で気にしないで、とにかく無理のないように組んでくださいっていう中でこの日本座っていう選択肢もあると思いますね。はい、なんか自分たちがいつ股関節怪我したりとか、開く座り方が厳しくなるかいつになるかわからないので、はいはいはい、まあ、なんかこれを機会に、ね、なんか日本座の形も一つのフラットな選択肢に入れておくと、そうです、ね、動揺が少ない。椅子座禅も含め、はいはいはい、椅子座禅もちょっと やっておきたいですね。そうですね、はい、いろんな座禅をちゃんと試してみる、はい、ということで、じゃあ、はい、日本座のやってみたという日本座やってみたという、まあ、形にとらわれずいろんな形で座禅に親しんでいただけたらと思います。はい、はい、ということでこの動画参考になった、面白かったという方、チャンネル登録、高評価ボタン、またコメント等いただけたら嬉しいです。はい、それではご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。